こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。不買運動で脱日本を掲げ国産化へ邁進しているあちらの国ですが、インドネシアへ輸出したエノキだけが全て廃棄されています。またアメリカでは死者も出ているようです。一体どういったことなのでしょうか。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。インドネシア政府が最近韓国から輸入したエノキを全部廃棄したり回収したりしている。髄膜炎などを誘発する菌が出たということだ。地元メディアによると、インドネシア農業省食品安全局は韓国 A 社から輸入したエノキを検査した結果、許容値以上のリステリア菌が検出されたと発表した。5月22日と6月19日に1633箱8165キロを廃棄し、すでに流通された物量は回収するか現場で廃棄することにした。土や排泄物、水など農業環境に広く分布しているリステリア菌は、髄膜脳炎、髄膜炎、分娩期敗血症などを引き起こすという。食品安全局は75度で加熱すれば除去できるが、低温に耐性のあるリステリア菌は他の食品と一緒に貯蔵する場合、高層汚染の可能性があり、特に幼児、妊産婦、老人など脆弱階層には危険だとし、今年3月と4月に米国、カナダ、オーストラリアで発生した韓国産のエノキタケ関連事件を受け、検査に乗り出したと明らかにした。韓国から輸入されたエノキを食べた米国人4人が死亡し、2人が流産したという3月の米マスコミの報道を指すものとみられる。当時、韓国の農林畜産食品部は、韓国はエノキを洗浄、加熱調理しているが、米国はサラダの形ですぐに食べる文化があり、問題が発生したものと推定されると明らかにしていた。ただし、食品安全局は今回の措置は予防の観点から、今のところエノキを食べ、インドネシアで問題になった人はいないと説明した。実際、インドネシアではゴマのマッシュルームを揚げたり、茹でて食べ、生で食べることはほとんどない。インドネシア政府は問題になったエノキタケだけを廃棄し、検査を強化することにしただけで、エノキタケの輸入禁止については言及していないが、今後輸出に困難が予想される。これに対し、韓国の農林畜産食品部の関係者は、米国向け輸出エノキタケからリステリア菌が検出された後、加熱調理用の表示、定期的な衛生点検の実施などの措置を取ったとし、今回インドネシアで廃棄されたエノキタケは関連措置が取られる前に輸出されたもので、他の国では輸出関連の問題がないものと聞いていると述べた。さらに、インドネシアのエノキタケの輸出も順調に行われていると付け加えた。それではネットの反応です。本来食用キノコそのものにも毒性がある。煮て食べれば問題ないが、生で摂取する際、毒性が一番強いのがマッシュルーム、その次がケラタケの旬。しっかり火を通して食べろ。食品安全局や農林畜産食品部でも、全国民に焼いて食べるようちゃんと広報して知らせてください。案外食堂に行くとエノキだけなど生で乗せて出ることが多かったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。